はい、ハルシュボレです。ですね、与えられたカードで人生を楽しむという話をしようかなと思ってます。これも以前に話をしたことがあるんですけれど、与えられたカードとは、この持ったこのボディ、そしてソウル、ですね、ボディ&ソウルで、この人生を楽しんでいくということですね。以前話させてもらったときは、音竹さんを、話、まあ、例として出させてもらったんですよね。五体不満足でも、バリバリ KK みたいな、ね、感じですよね。五体不満足でも、自分は手もない、足もない。すごくないですか？それなのに、ハイパー、イケイケだという方もいるし、落ち込んじゃう方もいます。ちょっとね、そのレベルはちょっとレベル高すぎて、自分が果たしてなったらどう思うんだろうというふうなのがあるわけですけど、はい、はい、そうです。それも乙武さんは乙武さんで与えられたカード、あの答え不満足という、肉体でね、このライフ、今回のこのライフ、楽しんでるわけですよね。すごいな。その子のレベルはね、さすがにすごいなって思うんですけど、今回のライフは私はこんな感じで、まあ、これは、髪の毛切ってこんな感じにしてますけど、このメガネもね、ピアスもちょっとアレンジはしてますけどね、ボディとしては、こんな感じで、いるわけです。そうです。そんでね、面白いのが、最近、まぁ、ちょっと自分の中で、あ、こんな感じ、自分ってこんな感じかなって思ってたところがあったんですけど、僕の場合、アスペルガーとかね、注意力散漫の多動症とか、そういう症状あるのかなというふうに思ってたんですけど、多分あるかな。まあ病院行ってないんでね、わかんないですけど、はい。これはね、一つの与えられた素敵なカードだなって思うんですよね。まあそうであるかそうじゃないかはわかんないですけど、まあどっちでもいいんですけど、やっぱりね、こうなかなかないスキルを自分が手に入れてる、入ってるかもしれないですね。入ってる可能性があるし、ちょこちょこ言われたこともあったので、もしそうであればね、もっとそっちに集中して、あ、俺はもっとこのスキルを生かしたいって思えたんですよね。なかなかね、そういうスキルを持ってる人っていないと思うんですよね。芸術のスキルもそうですし、私も絵も描くし、音楽もやるし、アートは好きなんですよね。何かを作り出す、想像することもそう、こういうふうに話していることも、一つの芸術だとは思っている次第でありますからね。この人生を楽しみたい、地球を楽しもうぜっていうね、この意気込みっていうのはね、最近どんどん増してきてるんですよね。狂ったように、狂いたい、人生行かれてた方が楽しいよっていうふうにね、話もしてますね。そうです。このスキルを生かしたい、皆さんはどんなスキルを持ってますかっていうところもありますしね。もうとにかくね、与えられたスキル、与えられたこのカードという、カードという名の背が低いかもしれない。カードという名の、病気を元から持ってるかもしれない。カードという名の目が悪いかもしれないし、耳が悪いかもしれない。私も目も耳もまあまあ悪いっちゃ悪いですけどね。まあ普通に悪くなっていってるだけですが、与えられたカードって何ですか？それをリスクと取るのか、メリットと取るのかで、また人生変わってきますからね。このカード、皆さん何でしょうか？これ知ることによってね、デメリットがメリットに変わる可能性がある。その、短所を補うより長所をのの、伸ばした方がいいっていう話もありますからね。どうかな？どうでしょうかね？っていうところなんですけど、はい。はい、アスペルガーをね、ちょっと研究してそれを伸ばしたいなって思いますね。まあ、なんかね、ネガティブに、あの人アスペとかね、ちょっと頭いっちゃってるとかって、そういうふうに言ってる人を見たことはあるんですけど、そうじゃなく、だって、10人中1人も多分いない可能性があるじゃないですか。そこをね、なんか活かしたいな。そして私の、メンターとさせてもらってる、憧れてる人たちが結構ね、行っちゃってる人が多いんで、行っちゃいたいですね。行かれて生きていこうぜってところが結構テーマでもあるので、行っちゃっていきたいですね。その行っちゃってるのが、ね、それもさっきの話なんですけど、ネガティブなのか、あの人行かれててやばいよってなって、ネガティブ、ポジティブ、どっちで取れるのかも、人それぞれというね、お話でもあるのでね。はい。もっと、
行っちゃってきます。そしてこの行かれた感覚を世のため人のために、発信していきたいなと思いますね。うん、人のために行かれた人のために行かれちゃうみたいなね、なんか意味わかんないんですけど、これが行っちゃってるのかな。はい、どうでしょうか。今日も行かれていきます。ありました。